が遭遇としてお下りになる日の荘厳だった大極殿の儀式に、この世の人とも思われぬ美貌をご覧になった時から恋しくおぼしめされたのであって、帰郷後に院の御所へ来て、私の妹のミヤなどと同じように暮らしてはと、ミヤのことを個人の御息所へお申し込みになったこともあるのである。御息所の方では院に長期が幾人も辞している中へ、後援者らしいものもなくて行くことは惨めであるし、院が四十五病身であることも、母の自分と同じ未亡人の悲しみをさせる結果になるかもしれぬと、院さんを躊躇したものであったが、今になってはまして誰が宮のお世話をして院の高級絵などを入りになることができようと、女房たちは思っているのである。院の方ではご熱心に今なおその仰せがある。